いや、と思うじゃん、と思うじゃん。だいぶ温まったよ。お、今からですか、今から決めましょう。まあ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 、だいぶ、まあ、だいぶ。1戦目としてはね、いい結果が。まあまあまあね。いや、まあ、いや、まあまあ、2戦目だけどね。まあ、ただ、いや、エキシビジョンだよね。現エキシビジョンずっと、ね。前回だけ本ちゃんだからね。うん、こっから始まるから。もう。うん。いや、よりどりシリーズ、今年はね、今年の2月の1周年の時にパッと出したから、あ、初めだ、今年か、今年の初めか、今年、はいはい、今年の初め歌ってみたね。そうそうそう、初めはもう、え、カジヤさん出さないんですか。お、歌はちょっとな、歌はちょっとな、え、出さないんですか。うん、なんか歌うじゃない、よく歌ってんじゃん、そのテンション感。ビーズの曲出しな。いやー、でもそれをやっちゃうとさ、もう四方八方から、四方八方からさ、怖いじゃん。蜂のせいにされる。怖いわ。ちょっと一瞬黙っていい。はい。え、なんで、うん、違うな。いや、でも、うん、さ、違うじゃん。でもめちゃくちゃあれじゃん、染まってんな、これ。染まってんな、これ。多分染まってんね。いや、全然だわ、全然だった。なるほどね、そういうことを。全然違った。いきなり出す、それ。果たして何をやってんのか。いや、違う、全然なんだけどさ。おお、そうか、そうか。やっぱでもこう、ロマンみたいな。うん、ロマンの塊ではあるんだね。ロマンの塊でもないな、でも。あ、実際違うんだ。うん、あ、しまった。ビーズの声作りかなって言われてる。うんつって。就任が始めたか。ちょっと待って。ちょっと今稲葉さん下ろすから。ここちょっと席替えするんで待ってください。おお、忘れてったわ。完全にだわ。あ、でも変わって変わってるわ。変わってるね。変わってないわ。あ、変わってるわ。あ、変わってる。どっち？どっちだ？ね、変わってたわ。よし。よしオッケー。あ、違うわ、魚さん増えたわ。増えた、どういうこと。増えるとか。分身したってこと。オッケー増えた。どうしよう。はい、あと、年なんかあったかな。惜しいね。うん、あー、あれ、そういえば、そう最近の話なんだけどさ、うん、はい、俺帰り道で式神に会ったんですよ。式神。ああ、わかった。え、な、ああ、それでわかる。わかった。え、何わかった。前に、話題になった。あ、話題になったの。え、何、話題になったってなんだ。あの最初はゲームから発生して、うん、でもなんか痛いところに式神いるよねって話になって。ああ、なるほどね。やっぱりだから俺だけじゃないよ、あれ思うね。何そうだから、式神を知ってる人は至る所で式神見てるってことだから、至る所浸透してきてるよね。至る所で式神世も末では。なんて何が起きたんですか。だって全然何も分かってないけど。猫猫ではないよ。そうだね、それではないね。猫はちょっとおもろい。スプラストゥーンで、式神がいるよって話になって、そのスクショ送ってもらったんですよ。そしたらなんか、目だけのマークがどっかにあるらしくて、そのスクショ送ってもらったんですね。で、その後に、そういえば目だけだったらさ、ゴミ捨て場とかにもあるよねっていう話になって。ああ。そうそう。だからもう至るところでみんなは式神を見てるってことですよ。確かに。うん。え、全然理解が進まないんですよ。ゴミ箱に式神が捨てられているってこと。ゴミ捨て場、うん、なんかゴミ捨て場のところに、俺も見たことある。目のマークがあるらしい。俺もある。見たことある。うん、まあ式神は見たことないですけどね。ゴミ捨て場ってか、よくゴミを捨てられそうなところとかに、こう、捨てるなよ、見てるぞ、みたいな目。ああ、なるほどね。あ、はい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 。監視してますよ、的な。そうまあね、たかやる。今年はズームさんか。めちゃくちゃ目玉の画像を送りつけよう。
怖い怖い怖い、夢に見ちゃう。今月の目玉じゃん。今月の目玉やっ、毎月送ってくれるんですか。今週の目玉商品はこちらっつって、おおお、ジャパネットじゃん。ジャパネットよ。そうなの。ジャパネットよ。ジャパネットなんか見ないでしょ。夢のジャパネットとっててーってけてーよ。頭悪い。何なんだろう。このメンバーで頭いい会話したことある。いや、めちゃくちゃあるよ、めちゃくちゃあるよ。あるか。あるよ。あ、毎回すごい。なんかこの中だったら誰が一番政治家にふさわしいかみたいな話した、ね、ああ、したね。それ今年したね。そんな話。めちゃくちゃ頭いい配信だ、ね。まあまあね。あ、いや、もう、いや、まあやっぱみんな俺選ぶよね。やっぱりね、そりゃね。まあまあ、ああ、いや、そ、唯一。まあ、ドリンク直したときはな。トシアイズムさんが唯一誇れるところみたいな感じでぶっこんできましたよね。もう最初から用意してました、これ言おうっていう感じで出しました、ね、いや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 、もう、ね、うん、まあでも時点が俺の時点で指してほしい。時点が俺の時点でもうややこしいんだよな。絶対そこ食いついてくると思った。あれはな、おもろかったな。面白かった、ね。奇数まで終わるまてん。終わるまてんね。長かったな。ちぎりだったな。チンタオ初の参加だった。確か、あれ違う、初じゃないって。初じゃないよ。お絵描きの森がある。あ、そうそう、お絵森がある。お絵森がある。お絵森が、ね、うん、そうね。そうだ、そうだ。そうそうそう。お絵森、じゃあ2回またやりたいな。あ、確かにやりたい。お絵森いいね。あれ、うんうんうん。これ今、私の番か。そうだよ。大丈夫。ちゃんとだ。もうダメ。あれ大丈夫か。ダメそうだわ。ぼんやりじゃん。ぼんやり、ぼんやり。そうね。もう3本目、4、え、3本目？ 4 本目だ。4本目。あ、カエデにしてはめちゃくちゃ飲んでない。飲んでるね。今回はほろ酔い完熟リンゴですね。おお。またリンゴです。いいね。美味しいリンゴ。もう今日やってやるみたいな気持ちなんですか、ジノシー。どうなんですか、やその辺やってやるんだったら飲まないって。あ、いいね、ほろ酔いの替えでいいね。うんうん、もう本当にここぐらいでしか飲まないから、外で飲むことめったにないから。おお、そうなんだ。なんかね、やっぱいまだにちょっと外で飲食するの抵抗があるんですよね。ああ、なるほどね。まあね、まあね、まああったからね、うん、何かが確かにちょっと何かがあったよね。確かに何かがあって、何かがまあ収束したみたいな年ではあるよね。まあそうだね、だいぶ落ち着きましたな。ね、落ち着いたね。やっぱりこうね、外に人が増えたなっていうイメージはあるよ、確かに今年。うん、確かに。みんな引きこもってればいいのに。ん？急になんか負のオーラを負の波動を感じたんだけど、帰れあれ、もしや闇入れてきた。闇のチームさんればいいのに。どうせまた、どうせまたこれからクリスマスでは、クリスマスは陽気がウェイとかやるんでしょう。許せなくない？帰れ。やばいやばいやばい。全員こたつに入ってろ。帰れ。みんな出来上がったなぁ。いや、もう完成です。完成しました。完成しました。仕上がりました。はい。これが楓です。いや、待ってな。たまにはいい。ビフォーアフターで。いやいやいや、忘年会よ、今日は。まあまあまあね。まあね。まあね。ブレイコよな。いやー、独特なブレイコだな。本当新鮮だから楽しいなぁ。いや、確かにね。確かに。わーお。何飲んだ？これは。これは、はあ、どうなる、うん、おあったあった、ふぅ、ふぅ、ふぅ、疲れてんじゃん。いやそこかと思ってドラ。あー、なるほどね。あ、ね、ちょっと惜しいんだ、うん、いや、あのね、ないないんだ。全然ない。でもそうね、来年も1、2回くらい参加型できたらいいね。入ってきたわ。そうだね。確かに確かに。
あ、いや、びっくりした。この話の流れで入ってきたっていうから、え、もう4人揃ってるから入れないでしょと。4人3来てるな。びっくりした、びっくりした。めちゃくちゃびっくりした。あ、もう動画入ってきたから、なんか。動画入ってきた可能性あるよね。あ、そう、そういうね。あ、うん。心の声が出ちゃった。参加型、参加型、参加型、うんうんうん、やりたいね。やりたいね、何かで。何ある？何がある？なんだろう。なんだろうね。あ、でも一致するまで終われませんが、ボリューム2っていうのズームにあるから。うんうんうん、ね、あ、なんか新しく。まあ確かに一致しなかったもん、ね。そう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 。リベンジ一致してないんだっけ？一致し、あの何回かしたよね。二三回ぐらいしたんでしたっけ？二三回ぐらい。うん。十回は行ってなかった、ね。行ってないね。行ってなかったね。おや。そう、なんか問題数が増えたらしいからね、ボリューム2は。おや。そう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 、なんか100個くらい増えたんじゃなかったかな。結構だね。それはつまり問題が被ることが少なくなったっていうこと。うんうんうん、そう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 。難しくなったってことは、そういうこと。帰れないじゃん。ラーメンわろたってコメントある。これはあれだな。ジンさんの爆速ブームだ。あーあー。いや、懐かしいな。今年結構こう。うんうん、楓の新しい一面がいっぱい見れた年だった。確かに見えた見えた。そんなことないでしょ。なんかあった？いやいやいや、こういつも一人の配信だとこうちょっとロジカルな雰囲気というかさ、うん、あ、まあ確かにね、うんうん、ああまあ、ん？え？いやなんかそれがちょっとこう砕けてさ、うんうん、あ、そういうちょっとポンコツな一面もあるのね。ポンコツ？急に言葉選ばんじゃん。なんかびっくりいこうかなみたいな。出ちゃった。ね。うん。つもにゃ。おお。やったね。ラスト掴んだよっと。ナイス。あんこいけるかと思ったのに。まあ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 。なるほどね。まあ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 。あ、ゴルフね、ゴルフやったな。ゴルフね、ゴルフイット。あ、やったね、うん、大変だったな。おもろかったな。で、おもろかったね。アップデートしたらしいしね。あ、アップデートしたんだ。あ、そっか。あ、なんかしたっぽい。アップデートされたんだっけ。あ、違う、アップデートしてからやったんだわ。そうだよね、アップデートしてからやったよね。ちょうどアップデートの日にアップやったから。そう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 。あの、最後のホールインワン大会面白かった。あー、やばい。うん、あれは面白かったなぁ。ねぇ、うん。どうやってやるかみたいなね。やっぱりこう、そう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 。実際会ってやっぱこう、あれじゃん、知的な集団の集まりだからさ。まあそうですね。スポーツとかちょっと、みたいな。あ、どう、頭をさ、やっぱ、そう、あ、そうそうそう。何笑ってんの、ね、カテゴリー政治とニュースだからね。うん、配信のカテゴリー。今の政治の話したことないでしょ。それなんだっけかな。何の流れだっけ。うん、マイクラ参加型。マイクラか。マイクラか。マイクラか。ああ、え、ズムさんマイクラ好きそうだっていう話前したような気がするけど、どうなんですか。一回やな、一回やったことある。一回とかちょっとやった。一回どこじゃないよ。一回どこじゃないわ。結構やってるわ。結構やってた。あ、そうだ、俺寺作ったもん。寺作ってた。寺作った。うん。なんかあの建築法とかもちゃんとあのなんか勉強ちょこっと勉強して、あ、こういうやられてる。ちゃんとやってたね。すげえ。ブリュレか。とりあえずのと式紙以外は頭いいよね。ん？お、まあね。あ、まあね、まあね。あ、あれだ、逆か？逆なの？間違えたのか？いやいや、以外、以外。だって、だって俺たちが人体崩壊の頭脳だってなったのも今年だもんね。そう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 、右脳と左脳でね。言ってたわ。一生言ってたわ、この人たち。そう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 。いつも私たちが人体崩壊の右脳と左脳よ。そういうこと。で、どっちが右脳だっけ？どっちが左脳だっけ？毎回やってるよ。そういえば。やってる。そうだわ。そう、海馬がいないからね、海馬が。そうそうそう、海馬がいないから。
いつも思うんですけど、右脳左脳に分かれてる時点でもう半分しかないんですよね。本当そう。半人前じゃん。そうじゃん。いやでも、もうすごいから、IQ とか。なんか死にかけの人だ、大丈夫？何やってんですか？どうした？いや。なんか死にかけの人おるな。いや。なんでもない。4人でサバイバル&クラフト系は絶対に楽しい。あー楽しいね。うんうん、あーそうだ、長時間配信。そう、あの4人人タオ会でシリーズものってなくないです、うん、ないです。まあね、強いて言うなら麻雀ぐらいだよね。これシリーズもの？シリーズものよ。今もうシーズン4ぐらいだよ、もう。まあ回数で言えばそうですけど。あーそっかそっか、まあまあそうだね。えこれか。え何を迷った。あんだけなんか、なるほど、ね、違うんだって。だってあれだもん、頑張ろう、あれだったんだもん、頑張ろう、あれだったんだもん。そうあれだったんだもん。じゃあ待ちな、もうちょっと話聞くよ、ね、そうな、もう話聞くし大丈夫そう話聞くよじゃん急にギャル出るじゃんギャルなそれ。わかんないわかんない。わかんない。ギャルなことってわかんない。これまた。あ、別でシリーズもの求む。クラフ別でトレイル。いや、めちゃくちゃ迷うじゃん。めっちゃ迷ってる。でもシリーズものか、なんかあるかな。そう今回ね、そう私とズムさんとで、あのトレイルメーカーっていう、あ、はい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 、そうね、そうシリーズでやってるから、うんうん、あれめちゃくちゃおもろい。でもあのゲーム、いやめちゃハマってるね。いや好きなんだよね、多分なんかそういう、なんか作る系というかね、作るの、うんうんうん、うん、昨日だって今日ジンタオ会があるから昨日はちょっとほどほどでやめとこうかなって思ってたのに、結局6時間配信しましたからね。したね。なんなん。一回始めたら外れるんだよな、私。多分そうね。俺もうダメなんだよね。かと思ったらクソゲー、なんかこれクソゲーだってなった瞬間一瞬で終わるじゃん。あ確かに配信なのになんかすぐ終わったやつとかあるよね。うまスナイパーとか。うまスナイパーのことはもう言わないでほしい。あれもね今見たらね今年だったんだよあれ。あ今年だろうね。今年だよね、うん、あれはやばい。あれあ配信で あれと思ったもん。あれ動画と思って。まあもう実質動画みたいなもんやあれ。あそっかそっかそっか。実質動画。やっぱ馬スナイパーはやっぱりいつまででもこうやってネタにされるんですね。いやあれはすごいゲームだね。そうね。確かにね。すごい。もう皆さんもね、よかったらぜひ。ああもう。リッチドラ。安い安い、大丈夫、安い。安いっす。なんか宇宙連ポートいけるんじゃねえかと思ってた。え死ぬじゃん。うん、もう死ぬかなと思って。どんどん死ぬ。あーよかった、死ななくて。あとなんか5枚ぐらい買えればいけた。めっちゃ買えないといけないじゃん。あそうだ、テラリア、マイクラ、あやっぱそこら辺だよね、シリーズものするとしたら、うん、テラリアか。うんうんうん、まああとウマスナイパー。いやいやシリーズでやんのあれ。あれシリーズは大変じゃないか。もう本当にね、ウマスナイパー毎月名前見るわ。いつまでもこすられる。毎月見んの？いやなんかあのコメントで大会ウマスナイパーってコメントはね、どっかでね見るね。それ毎月見るのおもろいな。うってなる。トラウマじゃんもう。あとシリーズ化できそうなゲームか。あ、スターデューバレーという素晴らしいものもあるよ。あスターデューバレー。どうやって、うん、一生水やりするわ。あの、本当にこのライフを送る4人で。そう。ちょっとおもろそうだね、でも。あの、田舎ライフを送るんです。で、洞窟に行ったりとか、あの、魚釣ったり、農業したり。あちょっとおもろそうだね、それ。うん、ね。いい。あでも確かにそういうのやってもおもろいかもね。せっかく4人だし。うんうんうん、
せっかく踏み出しの意味わかんないけど。ね、よくわかんない。これあれか。もうこれ持ってても誰も、どうせ誰か、あ、持ってないの。持ってる読みだったんだ。うん。もう誰か持ってから来ないだろうなと思ったら。ダイナスティは一体どっから出てきたんだ？戦国ダイナスティの話かな。僕のやってるゲームだね。戦国ダイナスティよ。はいはいはい、はい。これもそういう系だもんね。あれもまあそういう系だね。あれそうなんだ。面白い。うん。あ、確かにやってたそういえば。そう、戦国時代に、うんうんうん、オラの村作るみたいな波動で頑張る。農民シミュレーター？みたいな。でもさ、なんかすっごいなんか。なんだろう、動物が空を飛んでたりなんかしてたら、そうそう、あのバグがひたすら多いっていう、そこもちょっと一個楽しみポイント、楽しめるんですか、それ、うん、あの俺の村の村なんかすごい馬がキャトルミューティレーションされてるめちゃくちゃ馬浮いてるし、なんなら馬ピュンってたまに落ちてくる、落ちてくる、なんか見たらそのシーン、おもろ、何それ、おもろいバグだな、バグゲーとして楽しめるんですか。いやあれは楽しめますね。あれは楽しめる。そうか、シリーズ化か。でもシリーズ化したらさ、月1回、どういうスパンでどういう風にやるんだろうね、シリーズ。わかんない。どうなんだろう。ね、1ヶ月に1回とかだったら、何年かかるのみたいな感じに。うん、そうだね。確かにね。もう想像ができない。だもうそれこそファスモフォビアを、あれをさ、あ、やっぱり？やっぱり思った？思った？え？いやーあれでもさ、うん、あれのさ切り抜きをたまにさ蓮行さんのやつを見るんだけどさ、いやいやいや、見んの？あれめちゃくちゃおもろいよな。いや、あのリアクションやばいよ。なんでそこいんのみたいな。どの切り抜きだ。ひたすら叫ぶ。なんだっけな。なんかね、何個かあるよ。何個か見てるよ。何個か見てるんだ。何個か見てる。あれ、2個くらい確かあげたよね。ショーツで。2個だったっけ。え ?2 個じゃない？おい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 。どうした？急に叫び出すじゃないですか。まあまあ、そうした。いや、そういう日もあるよね。そういう日もね。キャトルミューティレーションは、式神は理解してないよ。何それって思ってた。ああ、まあまあまあね。まあ、俺もキャトルミューティレーションって言いたいだけみたいなとこあったもん。いやいや、俺はやっぱり。あ、じゃあ、どういう意味としてあいつも。あの、宇宙人とかこう、あの、牛とか馬をこうさ、あの UFO の中に連れ去る、あの、ワン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 って。ああ、あれか。ホラクタービームじゃん。おおおおおおおなんやねん。さあ、ドラクタービームか。夜も更けてまいりました、皆様。これが酔っ払い4人でございます。仕上がってきてまい、参っております、皆様、いかがお過ごしでしょうか。お過ごしでしょうか。ね、みんなはどうだった今年は。ねえ、ね、どうだった、みんなどうだった、みんなどうだった逆に。リーチ。ねえ、聞きたい聞きたい。みんなの1年を。ね、はあ。完全に振ったね、リスナーに。委ねたね。ね。カジトに任せたよね。配信者なのに。って。もう一旦休憩欲しいよね。話題発散しつけた。あ、ファスモフォビア3つあるよ、3つある。あ、3つあるんだ。うん。ゴーストにやられて絶叫するやつ。あ、それか。何もしてないことがバレた瞬間と、あれも、そう、それ面白い。突然の音にビビりまくるやつ。蓮行さんの叫び声に俺たち全員がビビってんだよ。そうですね。そうなんよな、おかしいんだよな。ああ、よかった。先輩、結構いい感じで国士来てたな。国士に来たんだ。まあまあまあだな。うーん。まあまあってこと、今年1年どうだったって、うますなってどういうこと？うますなよ。うますだったか。うますなか。
やっぱみんな待ってるってことか。いや待って。もう各々が、ね、自分たちでやってもらってね。もう絶対やりたくないじゃん。怖いよ。そんな怖いゲームだったんだ。あら、実はちゃんと見てないから後で見に行こう。いやいや、見なくて大丈夫。見ずにやってほしいね、もはやね。ホラーだ。ホラーみたいなもんだから。やるんならね。ああ、なるほどね。やるなら見ずにか。そうそうそう、やるならね。オッケーオッケー。やってる人やるのほとんどいないっぽいから。いや、やらないと思う。あ、でもあのパイナップル&ピザだっけ、パイナップルピザだっけ、あれはちょっと気になってる。結局あれは、うん、あれはでもいかがでしたか。いや、やっぱり、いや、ネタバレがさ、ね、やっぱそこそこそこ、確かにネタバレは人によってはやっぱり結構感動とか、うんうん、そういうできるんだ。あれ感動があるんだ。ストーリー性があるじゃん。まあまあまあ、ね、うんうんうん、え、ズブンさんの見たけど2回ぐらいやってましたよね、あれ。2回やったかな、どうだったかな。2回やったのあれ。あ、いや、1回ゴールしてその後なんだって言ってもう1回やらなかったっけ。うん、2周したってことね。そうそうそう、はい、ああ、そういう、ああ、したかも、はい、全然。いや、すごいね、感動対策だったね、うん、どこが、もう涙が止まんなかったもんな、ね、そうだったんだ、そんな感動できるんだ。うん、なんか絆創膏準備した方がいいよねってコメントあるけど、え、絆創膏、絆創膏どこに反応、膝ワンパクか、ね、膝小僧ね。休日って曲が感動したね、 CD 発売するとかしないとか、いや、 しないけど、それはしないんだ。みんな宣伝ありがとうと言いたい。いや、宣伝ありがとう、あ、うまいコメントが。俺を見たいな、パイナップルオンピザ。おお、うまっ、さすがじゃん。いいぞ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 、パイナップルオンピザ。いいぞ、今年一じゃん。ピエピニキに喧嘩売ったね、今の。まあね、くじけないよ、まあ、ね、くじけないよ、あの式神のところで鍛えられてるから。大丈夫大丈夫、もう式神リスナーは、刺激者のみんなはね、式神鍛えられてるからさ。ちょっとのことじゃくじけないんだ。いや、素晴らしいね。鋼のメンタルよ、鋼のメンタルよ。もう泣いてるけどね。たまには優しくしてあげてほしい。まあ、てことで、もうすぐ今年も終わるね、うん、現実はインターネットの中に B 面収録、いや、あの宣伝してくれたわ。B 面収録なんだね、しかもあれ B 面なんだ。B 面か、いやいい、A 面が休日で B 面がそ れいいね、いいね。え、B 面、そう、そもそも今 A 面 B 面の概念が俺みてえな子供界隈ではないからね、今の時代。うん、あ、そうか、 A 面、ね、B 面って言われて、えってなるよ、俺たちみてえな世代は。気をつけてほしい。無理やり自分を含めようとしなくていいんですよ。子供だもんだって。いやいや、もうみんな分かってるから。いやいや、子供だから。みんな分かってるから。いやいや、子供だから。うん、うん、懐かしいな。ほう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 、もはやね、はや。あと今年はなんか思い出残ることあったかな。思い出、思い出ね、思い出か、うん、うーん、ありますか。思い出、俺思い出ない。ないじゃん。ないんだ。ないわ。なかったわ。ないわ。あー、あー、そうね、巻き戻しが通じないんだね。あー、あー、そうだね。え、確かに、あ、そうなんだよ。え、でもさ、でもさ、うん、別にさ、うん、この録画したやつとかでも巻き戻しとかないって言わないんじゃない？なんて言うの？巻き戻しって言わないじゃん。あ、言わない。あれなんだろうね。だって巻かないじゃんね。巻くでしょ。うん、巻かない。巻かない、巻かない。早戻しじゃなかったっけ。早戻しとか。ああ、それか。なんかそれしっくりこないな。まあまあ、まあ、おじさんにはね。まあね。おじさんにはね。これどうなってんだ？わかんない。わかんないね。
ないか。ガチャガチャ。もう好きな意味。あ、今年あったな。お、何みんなにも手伝ってもらったやつあったわ。寿司屋出雲を探しています。ああ、あれ今年だっけ？あれ今年か。あれ今年あった今見たら。あれみんなに、ね、協力してもらったからあれは。うん、なぜか式神が大鳥になったやつでしょ？うん。なんかは難しい。なんかさ、俺もさ、配信で見るからさ、じっくり見なかったんだけど。うん。うんパッて見た瞬間に、あ、わかんねえな、多分あ、一番難しいやつかもと思ってやったら、とんでもない方向性だったいや、普通の方向性だったよねえと思って見つけた瞬間、膝から崩れ落ちたねどんなんだっけ、あの海外の牧場みたいなやつあ、そうはいはいはい、あ、あれねなんかね、俺が突き刺さってたあ、はいはいはいあ、分かった分かったちゃんと扱い方分かってるっていうやつだね、うん、そう、あれなぜか音入れてびっくりしたあれめっちゃ簡単なやつだけどなと思っていや難しいとか簡単じゃないんだよなあれはもういやもう、やっぱ取りでよかったわってなんでなんでなんでいいよ、あ、やべ、ね、やった、どっちもなかったかドキドキ。え、どういうことこれ。やばいな、親なのに全然波動がないな。あら。あら。親なのに。あら、全然波動ないな。なるほど。誰目線だったんだろう、今お。最高に面白かった、ありがとう。お、ありがとうございます。いやー、おもろかったなー。うんうんうん。とりあえずも100人記念配信も楽しかった。お、何回も100人記念。あれね。100人行ったり来たり配信ね。行ったり来たりしてたなー。あれも思わなかったなー。でもさ、あんなことやるんだなーって思って、ちょっと新鮮だった。いや、うんうんうん、もうなんかねー、いや、せっかくだしと思って。あの100人になった瞬間に配信したから深夜にいきなりやりだしたの俺そうだねあの嬉しさの甘いだっけあれうん嬉しさのあまりすぐやったんだっけいやこういうのはやっぱりさこうあきりいいとこでやんなきゃみたいなねそうちゃんとやっぱり、ねね、なった瞬間にみんなに俺を伝えないと思ってうん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 あーなるほどまあ待望してたもんねそうややった100人だ、ね、俺もついに100人なんだみたいなそうで行ったり来たりするあれもそうだ終わって朝起きてあれしたら、うん、あれだ戻ってるわと思って98人だわみたいなそうあるあるあるツイッターがすごいあの時はねもうあの、うん、なんかすごい攻防が繰り広げられてなんかすごいお気持ち流れてたよねお気持ち流れてたり流れてなかったり なんかあやっぱやめあよしじゃあまた開催だあダメだわあダメだわそう終了開催終了開催一緒行ったり来たりもて遊ぶやん俺をでもその結果でも結構今どれくらいです、うんうん、あズムさんの今何名様ですかね今137までおめでとうございますました、ね、すごいいやありがとうこんな行くもんだね嬉しいねでも、つぶさんならもっと言ってても不思議じゃないんですけど、なんだろうね。ね、面白いのにね。って思う。褒めるじゃん。うん、褒めちゃうからね。ツイッターでもや、全然やったんだ。どうなんだろう。周りの頻度がわかんないけどね。どうなんだろう。確かに。いや、でも、ツイッターと YouTube ってそんなに関連性ないと思うんですよ。ないね。あ、ないのか。ないのかね。うんうんうん、別人種だと思う。お、まあ、まあ、ツイッターから来てくれる人も確かにはいるけど、あいるね、基本的には YouTube からですよね。うん、そうか。少数よ、少数。うんうん、さんの配信結構人気があるように見えるのに、なんでこんなに、うん、ねえ、もっといそうなのに、え、そうなんっていう感じなんだ。
ちょっとやっぱ見た目のアングラ感ですか。なんでめちゃくちゃオーバーグラウンドだけどね、俺みたいなもん。うんうんうん、めっちゃ動くもんね。オーバーグラウンド。めっちゃ動く？めっちゃ動く。あれそれは違うか。まあ表情だ、こんなに表情豊かなおじさんなんだよっていうのをもっとアピールしてったらいいんじゃない。でもおじさんアピールしていくの。そう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 、まあ大事よな。大事よね。表情大事。表情筋がすごいからね、やっぱり。そうね。うんうんうん。あ、各自の誕生日とか二足三門の日も楽しかったって。うん。ああ、はいはいはい、え、誕生日、え、誕生日？誕生日は？各自の誕生日。誕生日配信みたいな。りょうさんはやったでしょ？俺もやった。うん、俺、え、ズムさんやった？俺刑務所からやった。あれか。あれか。あれか。誕生日のイメージ全然ないわ。面会配信やで。あれ、俺今年やったっけ？今年はやってないか。あ、でもみんなやったじゃないって言ってるか、ムキさんやってる可能性ある。だからカジ君だって俺が突したじゃん。それ今年だっけ？だって去年はなんかあの動画でしたけど。あ、そうだそうだそうだ。そうだそうだ。うん。なんか言ってたな。あ、それ確かに。おめでとう言いに行った記憶ある。あ、そうだ、やったはず。やったわ、全員全員やったか。やべ、記憶の片隅。あれ気持ちはあれだもんね、二足三本の日だもん。そう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 、ね、うん、あの時面白かった。あの時もジンさん酔ってたよね。ありがとう。え、酔ってたっけ。酔ってた、酔ってた気がする。うん、結構酒飲んでなかったっけ。飲んでたっけ。あ、でもえ、どうだっけ。とつまちの日でしょ、だって。そう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 、とつの日とか。ケーキ漬けに飲んだかな。あんまり記憶ないわ。だった気がする。あの時の、あの時のあの時にさ、なんか俺初めて、うん、レンギョーさんとチンノシが二人でなんか話してるとこ見たなと思って、うんうん、そうそうそう、あの時が初だよね、配信で。配信ではそうなる。配信では、そうそう、配信では初めて。あの時が、そっかそっか、 なんか新鮮だなと思って見てた。確かにそれは新鮮だね。いや、もうあの時は本当に人魚さんありがとうございました。うんうん、なんかあの時だって自分の配信あったでしょ。あ、そう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 。あ、そう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 。あ、そうだそうだ。いや、そう、モハのあれか、金管企画で、途中で、とつまち行ってくるね、ちょっとそのまま。途中で抜けて、自分の配信抜けてくるんよ。そう、自分の配信やってるっていうから、そう、来ないだろうなと思ってたんですけど、来て本当びっくりした。うんうんうん、そう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 、もう行きますよ、そりゃそうですよ。ありがとうございました、本当に。両方見てたもん、両方の枠で見てた俺。両方の枠で見てた。そうそうそう、あれ確かムギさんとズムさんは2人で一緒に行ってたんですよね。え、そうだったっけ。あれそれぞれだっけ。ね、それぞれだね、それぞれそれぞれ。あ、それぞれか、うん、それぞれそれぞれ、うん、か。よいしょ。あ、そうだ、あ、あ、そっか、そっか、とか。ん？だよな。そうそうそう、それぞれそれぞれ。うん、それぞれか。そうだ。それぞれが一人ずつお祝いに行ったわけですね。そう。なんだその言い方は。お礼参りみたいな。お礼参りだった。あ、もうないじゃん。終わったわ。うわ、待って、そのパーティー欲しい。さあ持って。まあね。まあね。うむ。なるほどね。ほう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 。お、お、高評価押して、おやすみなさい、ありがとう、おやすみなさいと言いたい。おやすみなさい、おやすみなさいと言いたい。もう24時じゃないですか。早いよね。一瞬だよね。本当にそう。一瞬だね。そうやって1年が過ぎていったんよ。おお。びっくり。本当悲しい。エモいことを言うじゃん。ね、なんか心に来たわ。ね、うん、グッときたね。ね、すぐ忘れるくせに。涙出そうだった。ね、今なんて言ったっけ。ね、もう忘れたね。うん。あ、そうだそうそう。あの、今年、うん、今年大きな大きなことが私個人的にございましたわ。お、え、何何何何何何。なんだ。あの、ね、あのうちのツイッチチャンネルの収益化今年だわ。ああ、そうだね。それ今年だ。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう。あの、
俺とあれサブスクやったからさっきね。そうそう。さっきやってくれてありがとうございました。あそうだ今あでも今来ると俺あれだ陣内の画面見えるんだ。えまあいいや。あそうだね。危ない危ない危ない。それはやめた方がいい。そうかそうか。そうあの YouTube に比べると Twitch の収益化ってすごいハードル低くって、うんうんうん、あの登録者が50人と、うん、あと平均視聴者数が3人だったかな。とかでもう OK 来るんで。なるほどね。そう今あのもし YouTube でやっててちょっとなんかなーって思ってる人は Twitch、うん、やってみるとちょっと気分転換になるかもしれませんよ。お宣伝だ。なるほどね。宣伝じゃん。Twitch の宣伝じゃん。一応ね、宣伝もうそれは Twitch の回しも見てない。でもあんまりねそんなにその、うん、一応収益化にはなってだけどそんなにその思ったほど入ってくるものじゃないから、うんうんうん、あんまりね期待しない方がいいんですけど、でもやっぱちょっとあの、うん、なんて言うんだろう、 YouTube に比べるとあの目標が割と到達しやすい点にあるから、あなるほどね、うん、なんかねちょっとあの結果出せたな感が出るんでいいと思う、うん、俺も昨日おとといかおととい陣内に1円送りまくったもんね。1円なんだ。うん、1円送れるんだよ。1円あの、1円送れるんだ。投げ銭なんだっけ、チアーとかビッツとかいう、機能がツイッチにもあって、うん、そう1円から送れるんで、うん、なんか本当1円玉投げつけられた気分でしたよ。あれえじゃあズムさん何クレジットカード登録とかしてるんですか。んしてんのかな。えあじゃあ携帯で支払いになってる、携帯で見てたからさ。ああなるほどね、そういう仕組み。あそうかそれもできるか、それもできるね確かに。あいや全然クレジットカードもあもうあの持ってるんですけどね別にもう。あれなんか見え張った今大丈夫。もう持ってる、ハンズだから持てないっていう。大丈夫だね、もうブラックリストも解けたんでねもう。そうよ、配信始めた時っていうかまあ多分みんなが出会ってる時とかはだってトシアイズムカード作れない人だったからね、うん、あー確かに借金もまだいっぱいあって、うん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 、あれ今年か借金全部返済したの俺今年か、あ、アートさんですか。そうだね、あったじゃん、でかいことが。ちょっと話途中ですいません。あのはい、えツイッチさんが違うよね、あの今その話で150ビッツ、多分アートさんからですよこれ。アート視聴用って書いてあるし、ありがとうございます。投げ銭150ビッツ、ありがとうございます。スパチャだとナイスパって言うけど、こういう時なんて言う、何も言わなくていいじゃん。ナイスビッツ、いやいいな、ナイスビッツ、全然いいよそういうの。やめてなんか。ありがとうございます。秋吉田宮さんこんばんは、来てくださってありがとう。こんばんはです。あこんばんは、楽しんでいってください。よいしょ、よく頑張ったよ、本当にすごいありがとう。借金返済したよ俺は。返済したもんな、あツイッチの時は内筆って言うんだって。内筆そんなのあるんですか。あるんだね、内筆らしい。米筆みたいなね、米筆だと。はい、はよさんおやすみなさい、お疲れ様です。お、おやすみといたい、 おやすみなさい、 おやすみといたい。うん、良い夢を見な。お、え、いい夢見ろよじゃん。うん、いつも言ってるからね。配信終わりいつも言ってるからな。あのやっぱ配信者って、うん、配信の最初の挨拶、終わりの挨拶的なものってやっぱあるじゃないですか。うん、ありますね。推しの間の箸休め。うん、お、カジヤ小麦粉です。お、覚えてるじゃん。いやー、やっぱ楓は覚えててくれたか。最近やってなかったけど。いや、ちょうど忘れかけてたわそれ。ちょうど、ね、最近見てないよね。最近確かに全然なんかやめようとかするのでもなんでもないんだけど、ただ言ってなかった、忘れてるだけ。ちょっと忘れてたわ。うん、そういえば配信者の自覚持ってほしい。ああそうか、だって昨日の配信でさ、陣内が急にさ、うん、あのじゃあ自己紹介って言った、推しの合間の橋休め、カジヤ小麦粉ですって自己紹介したけど、名前はここは違うじゃん。名前は変えな、それは。
言ってたの。なんかね、語呂がいいから言いやすいんですよね。あーでも確かにわかる、語呂はいいよね。ああ長すぎず短すぎずちょうどいい感じで、うん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 、あ確かにね、言ってて口気持ちいいね、あれは。うん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 。あ、みとくさんもソフトウェアもね、ゲーミング部門所属。ほうほうほう、ありがとうございます。あ、今の箸休め全部のせいをしようとしてどこをくっつくんだよいしょ。いや、式神の年アイズムになる。え、それはなんないんじゃないそれはならん。俺式神になるの？うん、あの顔隠してもらってあああれでしょ、目んとこにちゃんとメガネかかってんでしょあ、それ見たいかも。それは見たいわ。それ見たいか。見たい。あ、ロン。うわー、これだー。あれ。あば。いや、もう全然わかんなかったな。裏に。おお、やる。やったぜ。やられたー。おっと。よいしょ。あー、遠いな。お、ラスオヤですか。さっきツイッターで見かけた気がする。え、何を？待って、どれをどれを。あ、何、あのズムさんの試験バージョンを。え、メガネ。なんかだとしたら仕事早すぎる。ちょっと待って、なんかこれなんか見た気がするな。なんかえ、あるの？あ、見た気がする、マジ。あ、そうだ、あ、合成したやつなかったっけ。なんかあったよね。なんだっけあれ。え、そあれ人事かなんか作ってなかった。違う違う。え、私？違うでしょ。え、カエル、カエル、そんな作った。ない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 。式神メガネヒゲバー。そう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 。式神メガネヒゲバー。どれだ。いや、なんか俺もね、なんかそれ見た記憶あんだよな。うん、え、しかもそれさっきなの？いや、さっきっていうかだいぶ昔だけど多分、うん。探してる時に見つけたんじゃないんですか？あ、なるほどね。え、ちょっとそれ、メンションつけて送ってくれ。出た出たあれ、見たいじゃん。あれ、ズムさん作ったんでしょ、きっと。え、俺がそんなの作った、うん、さっき探して、そうだよ。さっき探してた時だって、やっぱり。うん、え、ちょっと、ピピに来たのもが。すぐ忘れるから。え、気が向いてる。どの時だろう。うん、いや、うん、見れば本当にその通りよ。なんかあれ記憶あるんだよな、なんか。なんか記憶はある。なんであんなことになったんだっけ。いや、全然わかんない。あれはおもろかったな、さっきの四つん這いになってるやつ。自ら買われてる。デジタルタトゥーだ。あ、何、見つけたってこと。え、何が。あ、違う、あ、違うか、あ、違うか、何でもない。あ、メンションっていうのはね、あ、メンションプライアットマークの後に、半角アットマークの後にツイッター ID を貼っつければその人に飛ぶんだよ。あ、ピピなんだってくっちゃんくえ、何くそれか、あのね、ハッシュタグでもいい、あの、半角シャープに人体を書いて投稿してもらえれば見つける。そうですね、助かる、助かる。お願いします。わあ。あらやだわ。あ。え？なに？三四五六七八九十。ちょっと数えてる人いる、ね、大丈夫？素数数えてる。大丈夫。素数？これ数えるの？冷静になれ俺みたいな。素数わかんねえんだよな俺。ああ、わかんないか。わかんないか。わかんなかったらしい。わかんないか。数字はちょっと。あっ、ペリーさん。3.14.15.92。ええまともされてる。あ、3、3、4、5。わかんない。あ、わかんない。あ、わかんない。ああ、ね、ああ終わったね。ちゃんとまともされてる、おもろい。お、ちょっと待って、確認する、確認する。多分ジンターのハッシュタグかな。お、なるほど。ある？ちょっと見よう。たったったー。だった。あ、これか。
ほやっぱ人狼師じゃん。あったあの、うん、あった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 。ちょっと探そう。できてできてる、ありがとう。ちょっとこれリツしてよ。人タオ会、人タオ会と。そう、ハッシュタグの人タオ会で出てくるよ。あこれはひどい。これはひどい。人狼師だよね。あれ、私だった。ジンさんだよ。あれ楓このせいにして。ほんとだ。もらったから、んぎょ泉にしていいんだけどって、なんだこれ。あ、そこれ、ズブさんが配ったんでしょこれ。そう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 。この頭の素材か、ね。うんうん。そうそうそう。このセットがあって。なんだよ、このセット。すごいな。ヒゲメガネセット。ヒゲメガネセットね。いやめっちゃ笑うじゃん。これはね、これはちょっと爆発力がありますね。すごい強いね。なんか書道うまそう。書道うまそう。あ、確かに。パンチが強いな。やってましたもんね、書道。おもろい。いや、そもそも。いや、多分ね、素数を数えたいお年頃だったんだよ。素数か。うん、素数ってさ、パッて見ると素敵に見えない感じがさ、なんかそういう感じに見えない。あ、みんな出た？まあまあ、ちょっと耐えましたね。頑張って耐えてた。リーチ。え、みんなじゃん。昔も、達筆そうって言ってたよって俺、俺、あれだわ、何にも成長してねえわ、俺じゃ。言うこと一緒じゃん。全然成長してなかったってこと。成長してねえのか、俺。これ怖えー。あ、これも怖えー。怖くないよ、大丈夫。怖くない。してほしい。まあね。うん、怖くない。ズモ。お、そっかー。あー、それ俺も欲しかったんです。俺その隣が欲しかったんです。ドラドラ、おお、やるー、やったー、やったー。あー、まあそっかー、ナーイスー。うわー、あ、しまった、3位じゃん。わー、やったやった。そっか、あ、まだこれが、あ、え、あ、シャーバ、これシャーバ行きました、シャーバ行きました、シャーバ行った。おそう、あの、ダイモ3万点って言ってないからね。あー、返してねえんだ。そう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 。そう、ね、これ、ダイカが3万点って言ったらすぐ上がる。なるね。俺か。そう。もうサドンですよ、ここから。おあー、サドンです、突入。どうす、くそ、負けられねえ。負けられねえ戦いがここにあるか、忘年会なのに。そっか。そうだよね。忘年会なのになんで争ってんだ。もっと和気あいあいやりましょう。ねえ、そうだよ。本当にそう。これが人太王よ。もう一回麻雀の話はやめましょうよ。お、そうですね。ね。今年はじゃあどうだったかな。どう今年の話。人太王麻雀名物振り出しに戻る。本当にそう。三回くらい同じ話してるかもしれない。やっと、あとはあれだね、個人的なやつだと、あの、一番最初にも言ってたけど、うん、来年の麻雀の施設リーグに、お、うん、あの、参加させていただいたことだね。いやー、でかいね。うん、ぎょうさん、ほんとに、いろんなとこで活躍してて。いや、そうね、ほんとそう思うわ。本当に。え、いや、そんなはずはないが。そんなはずなくはないが。そんなはずなくはない。あ、そんなはずないか。もう一つどっか参加して大会やるでしょう。あ、それが、あの、今週、明日ですね、明日。明日？あ、明日、あの、あれ？もう、あの、カスタム明日っすね。カスタム、あ、そうそうそう、明日カスタム。明日なんだ。いや、頑張ってほしい。ね、ありがとうございます。頑張ります。応援する。ありがとうございます。ジャン強くて、エイペックス強くて。いや、どっちも強くはないが。あれ？どっちも強くないよ。強くない？ちょっとその誤解を解きたい。でも必死に訂正しなくていいじゃん。それだけ認められてるっていうことなんですか。そうよ。
うん、自信を持っていいと思うよ。もう嬉しすぎてさ、自分のアーカイブもその本配信もその選んでいただいた人の配信も何回も見てるから。ああそうですよね。いいね。そうですよね。見たくなっちゃうね。そう、しかもさ、がっつりガチ泣きするから、うん、めっちゃ似てるわ。素晴らしい。ちゃんとドラマを作り出してるからな。うん。あね。あ、とりあえずもうエイペックス再開出たね。確かにカジヤコもいいこと出たね。ああ、確かに。出ましたね。テテハイ今年だったね。出たね。そうだね。出ましたね。あのテテハイ面白かったな。あの切り抜きが面白かった。まあ、あのショーツ。とんでもね、呪物みたいな、あの動画を。特急呪物生み出して。特急呪物生み出してしまったんですけど。ピーチにゃ。そうね、あれ今年ですね。そうだね。あんた今年なんだかんだいろいろあるね。あったんですね。まあ、思い返せばね。ね。よう配信したなって思うわ、今年。年アイズムはめちゃくちゃ頻度増えたじゃんね。うんうん、確かに増えた。配信頻度。うんうんうん。よく、なんか今年は結構やったなって思うね、確かに。うんうんうん、自分いやー、偉い。本当に偉いと思う。なんか どっからこんなゲーム探してきたのみたいな、そういうのが多い感じがした。あ、確かに多いね。 あ、 あ、そう、うん、結構なんかすんなり入ってくるんだけどな、ああいうのなんか。あれ、そうなんだ。すんなり入ってくる。すんなり変なのばっかりチョイスしてるじゃない。いや、なんかなんか検索、こう、なんかのゲームやろうかなと思って調べると、ああいうのがふわっふわっふわっとかある。ふわーって出てくる。ふわっと出てくるんだ。まずそういうのに目がいくわけですか、じゃあ。まあまあまあ、やっぱりなんかちょっと、おすごいなみたいな。あー、なるほどね。いや、すごい。そっか、届かない。あ、いや、行った、届いた。あー、届いたか。届いた。計算できた。やられとは。まあ、あの、ジンさんのリーボーがあったから届いた感じかな。あー、そうか、リーボーか。そうか。いやー、負けた。おもろいな。よし、では私とお手洗いできます。同じく。おっ、まあね。一生一生変えで2ターン2ターンいけない。2人きり嫌だ、もしかして。あれ、いや、そういうわけじゃない。なんで昨日も2人だったじゃん。いや、あえで、あ、2人きりにしたくないから残ろうかな。じゃあもはや、やばいじゃあ、あ、でも私先行ってきますね。行っちゃいます。はーい。じゃあうちも行ってくる。もうダメ、無理、漏れそう。もうそっか。いや、ん、いや、ね、何を、え、どうする、何が。急に困るじゃん。別に俺たち昨日も2人で6時間配信したじゃん。いや、もうお腹いっぱいでしょ。まあね、と思うじゃん。思うよ。ちょっとお腹減ったな。でも、あー、え、納豆食べる。納豆ご飯食べたからね、俺。納豆ご飯食べたから。食べたのにお腹減ってるって。そういうことよ。でもちょこっとだからやっぱりね。うん。え、だから？何にも考えてないよね。本能で話してんじゃん。もうちょっと会話を膨らませるのか、着地地点を考えていただきたい。いや、確かに。コメント読もうか、じゃあ。オッケー、ね。全然読んでないね。すいませんね。うん。えらい。とりあえず配信楽しみにしてるよ。ありがとう。すごい、いいな。本当にリスナーの人がいて羨ましい。みんなね、みんな本当はみんなめっちゃ優しいっていうの分かってっから、俺分かってっから。分かってっから、俺。なんかさ、なんかちょっと押し付けがましくない、それ。何が？なんかいい人でいろみたいな感じの圧を感じたんですけど、気のせいでしょうか。いや、もう全然そんなことないから、もう全然、どうも好きに殴っていい、俺を。殴っていいんですか、うん、全然好きに殴っていい。あ、じゃあもう何、あの、ちょっと待って、ちょっと待って、って言ってる間にもうハゲってきてるわ。そう、削除されたけど。ちゃんと、何、チャットゲーやってんじゃん。さすが、なんか、鍛えられてますね。いや、もうさすがよ、もうみんな、うん、もうセンスの塊みたいな。トシヤイズムのチャット欄行くと、やっぱり髪の毛いじらないとなみたいな、そういうね、義務感みたいなものが生まれますよね。おじさんは優しいからっていうコメントは別に削除しなくていいんだよ。ここで言うおじさんっていうのはトシヤイズムさんのことですか。まあ、もしくはカジュコミコ。マティアさんは一応少年名乗ってますけど、まあおじさんみたいなもんですからね。確かに
塩辛いもの食べたいね。確かに塩辛いもの食べたいわ。お酒を飲むときはやっぱおつまみってこと考えると、ちょっとね乾き物っていう感じのものが欲しいですよね。ないんですか。まあ確かに俺あれクラッツクラッツしかない。あとかそうだった、私もこの海苔塩 L サイズ。ちょっと待って、ちょっと待って、絶対よく分かってないんだけどさ、加藤茂雄っていう謎の人物名がコメント削除されてんだけど、そのコメントは一体何の削除なんだ。あれ、あとコメント消すじゃんっていうコメントも削除されてるけど、俺は消してないけど、自ら自分たちで消してるけどね。ああなるほどね、あそういうやり方もあるんですね。え、ちょっと学びを得たわ。私も今度やるわ。え、何をやるのズームさんのとこでコメントしておいて、自分で消してなんで消すんですかって言っとくわ。やめてほしい本当に。あ、戻りました。お帰りといたい。はーい。え、じゃあちょっと私も一旦席外しますよ。はい、いってらっしゃい。じゃあ俺も席外した方がいいのかな、そうなると。おお、どうぞどうぞ。大丈夫大丈夫、つないどく。任せとし、任せとし。おお、全然俺さっき行ってきたから。あ、大丈夫？うん。オーケー。お。え？ちょっと待って、イズムと小麦粉は筋もんだよって言われてるけど、全然全然敵だけどね。あれ？筋もんだと思われてる、もしかして。全然敵だけどね。危ない危ない。いやー、そうか。でも蓮行さんともさしてまたなんかやりたいけどね、俺。やりたいっすね。何やります、次。いや、わかんない。あれ、スーパーバニーマンってどこまで行ったんだっけ。クリアしたんだっけ全部。全部はクリアしてない。確かあの雪山のとこぐらいで終わってませんでしたっけ。あ、そうだ、思い出した。思い出した。思い出した、よかった。蓮行さんが全開になってきて、そう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 、いや、いけるいけるいけるみたいな。あ、そう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 、お途中で覚醒したやつね。あったね。そう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 。あの後まだ結構あるんかな。結構あるっぽかった。しかもあれさ、うん、正式版じゃないからね。え？あの後正式版が配信されたじゃん。え、そうだっけ。そう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 。あ、だからバグが多かったんか、あれ。そうなのそうなのそうなの。だから正式版もう一回やるか別ゲーをやるかどっちかかな。なるほどね。そうそうそう。なんだろうな、別ゲーってなると何なんだろうな。別ゲーか、二人でできるやつでしょ。なんかあるかな。何なんだろう。あ、でも脱出系はやってみたい。ああ、右脳と左脳でね。そう、右脳と左脳で。あと爆弾解除とかね。爆弾解除やる。爆弾解除いいね、やるか。ちょっとあれだね、右脳と左脳だっていうところをちゃんと見せなきゃいけないもんね。そうだね、もうこれぞ陣太郎の頭脳っていうところ見せないといけないね。やるか、誰が。やるか。そう、頭脳がね。誰の頭脳がなんだって。いや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 、俺たちの頭脳を見せる時が来た。そうそうそう、陣太郎界の頭脳を見せるために爆弾解除をしようかなっていう話をしてたんですよ、はあ、うん、あ、片方の脳同士で合わせれば、ね、爆弾解除できるじゃん。そう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 、あ、なるほどね。実質まあまあ、まあ、オンライン線香花火にして。あれ、ただの雑談になるんだよ な。ちょっとカオスになりそうだな。いいな。なりそう、全然。あ、いいゲームだけどね。いい、おもろいゲームだけどね、あれ。うん、そっかそっか。あ、お待たせしました。準備完了。はい、おかえりなさい。なるほどね。いきますか。いきますか。